平戸がここで打ってきた、決まりました。平戸サニーがついてます。中へのボール、ホリフィールド一旦開いて、ルーズベルト・アダムス、どうか児玉から、あっとこれはパスをカットされました。ルーズベルト・アダムスが自ら持ち込んで、どうか谷口のファウルでした。村上健人からブライス・ワシントン、ブライス・ワシントン、ここは山形ブロック。まもなく第1クォーター残りの3分、山形白戸のスリーはどうだ。村上からそのマイケル・フィンケ、ベルからここは工藤隆也、これで1点差。第1クォーター残り40秒を切っています。さあここでボールを奪って山形、村上信也のレイアップ、余裕を持って決めました。加藤のシュートが決まります。スリーポイント。さあほとんど時間がありません。第1クォーター、このシュート出るから逆サイドを振って、マイケル・フィンケのスリー、リバウンドフォローして決めてきました。阿部隆生です。ホリフィールドから村上パスを渡します。マイケル・フィンケ、村上信也のシュート、スリーポイント決まりました。山形工藤からホリフィールド逆サイド、フィンケに振った、フィンケのシュート、リバウンドフォローしたホリフィールドです。山形のオフェンス、岡島が工藤隆也に、工藤隆也のスリー、フィンケ、ベル、そしてフィンケジャンプシュート、山形ベル、ベルが持ち込んで一旦切られて、白戸大成、再びパスを回してアダムスのスリー、決まりました。ベルのジャンパー、ベルのミドル、リバウンドフィンケが取っている、フィンケのナイスフォロー、加藤のシュート、これも落ちて山形ボール、飛び込んだベル。第3クォーター残り3分です。ここはいい連携を見せましたホリーフィールド、7点差となっています。フリーになってるシュート決まりました。スリーポイント、阿部隆生がドライブから決めてきました。パスを展開します、フィンケのスリー、マークについている、これもフリーキザマンシュート、これは苦しいシュートになりました。山形ボールを抑えた、そしてホリフィールドへ、ホリフィールドのレイアップ。白戸から再び村上信也、そしてホリフィールドから村白戸大成、白戸からアダムス、そしてベル、ディープスリーは来ました。ベルのスリーポイント、3点リード、まもなく残り2分、ここがベルがシュート、スリーポイント、シュートが決まった。そしてギャビン・ウェアのファウル、これでギャビン・ウェアがファウルアウト、福岡を抑えています。あとこれは山形に奪われた、山形ベルが飛び込んでシュート、
出る。アダムスのシュート。ルーズウェルト・アダムスのスリーポイント。